い、今回見せていただいてますピアノがヤマハの U3H というね機種になります、世界で一番販売されているピアノになりますね。はい、この機種の、ちょっと多いのがバッドフレンジコードですね、このバネがピンピンピンとね弾けてしまっておりますけど、バッドフレンジコードの交換っていうのは必要になってきますね。それからその次に多いのがこのねブライドルテープですね。もうちょっと触ったらこうパリッとね赤いところが割れてしまうんですよね。なのでこれをねあの部品あの調整したり交換したりするのにここを外して、ハンマーを取ったりしないといけないんですけども、その時にもうパリッと割れてしまいますのでね、もう割れるともう雑音の元になりますので、このブライドルテープっていうのも交換しておけばいいかなと思いますね。あとブッシングクロス、鍵盤のブッシングクロス、この横揺れコトコト言うてますね。これもねちょっと弾くときにね気になるんじゃないかなと思うんで、まあすぐにこれはね交換っていうわけではないんですけど、まあ工房でねちょっと手入れさせていただく場合はもういっぺんに変えてしまった方がいいのかなと思いますね。それから鍵盤ブッシングクロスの次がこの鍵盤の小口ですね。これもちょっと反りが始まってきてますので、これはね見栄えが悪いだけじゃなくて、ちょっとこれ以上反りがね進むとこの口棒っていう部分に当たっちゃってね、鍵盤の動きを悪くしたり鍵盤下がったまま上がってこなくなったりとかね、そういうことにもなりますので、鍵盤の小口もちょっとね交換が必要かなと思いますね。ちょっと鍵盤を外してみますと、やっぱりねこの鍵盤の下とかねホコリも結構ありますので、分解してね掃除して、いうのも、ピアノを移動する機会にさせていただけたらいいかなと思っておりますので、その辺もご提案させていただこうと思います。はい、では、外装の方も取り付けてみたいと思います。はい、外装の方取り付けてみました。やはりね塗装面、これねバフという機械で、磨きますとピカッとね新品みたいな輝きもね、戻るんじゃないかなと思いますけども、こういう長板のとことかねやっぱりサビがね出ておりますね。なので、この辺磨きをかけて、ヤマハの文字とか鍵のとこペダルなんかもピカピカにできますので、磨きをかけるか、まあ、このピアノでしたらね黒の部分を剥がしてしまって、出てきた木目を生かしてね木目調のピアノに、家具調っていうんですかね、そういうのに改造してもいいかなと思いますね。あと音の方がね低音ちょっと盆線っていうのがね出ておりますので、その辺ちょっとね、弦をちょっと回転させてね、緩める方向で直るのか、はたまたこれはね弦変えてしまってもねこの機械ですので移動する機会ってねなかなかないですしね、またしばらくしたら弦交換のために工房に戻さないといけないというふうなことも考えると、弦交換をするっていうことも含めてねご検討いただければいいのかなと思いますね。あとこの、ピアノのキャスターの下の受け皿ですね、これも割れておりますので、この機械に、ゴム製の耐震性のあるものにね、交換させていただいてもいいのかなと思いますね。はい、いいピアノですのでいろいろとねご提案させていただけますので、お見積もりの方をさせていただこうと思います。